いじめを晒して。楽しそうだな。お邪魔だったか？あら、バトラー。大地の棒、拝見させてもらったわ。なかなかの密室じゃない。あなたきっと、ベアトより才能あるわ。ベアトが過去に作った密室を焼き直しただけだ。その褒め言葉は、ベアトに対するものとして受け取っておく。エリカとの攻防も、まずまずだったみたいじゃない？連続殺人は順調にいっちゃいそう？さあな、俺の役目は、連続殺人を遂行することじゃない。その過程で、貴様らに、魔法以外では不可能な密室を提示して、魔女側として勝利を収め、俺がこのゲームを完全に理解したことを証明することだ。いや、もう一つあるな。何？前回、互角の死闘を演じた、エリカとの決着をつけるためさ。バトラー。お前の言い分は分かってる。あんなのは引き分けじゃない。勝てて当然だから、あれは負けも同然だと、そう言いたいんだろ？あらやだ、盗み聞きなんて性格悪いわよ。鏡見ろ。お前らの顔に書いてある。嘘、どこによ。え、何よそれ。バカには見えないマジックで書いてあるとか言ったら、殺す殺す超殺す。エリカ。なんですか？前回のお前とドラノールの赤と青の猛攻、見事だったぜ。どうも。今回はドラノールはどうした？お前一人なのか？いいえ、ここに控えております。まあ、赤きたちが使えないドラノールなんて役立たずのただのゲロカス。いても役に立たないので引っ込めてますが、今の私にできるのはエリカ教の推理の初期だけです。どうしてお前も共に戦わない？なぜあの赤い太刀が使えない？エリカの推理とお前の太刀、それらが組み合わさってこそのあの強さだったはず。お前か。エリカに探偵宣言をしないように言ったのは。あら、何のこと？これは、俺とエリカの戦いだ。俺たちは全力で戦う。だから勝ちも負けも受け入れられる。貴様のような黒幕は不要だ。黒幕なんてひどいわね。私はただの退屈しのぎの観劇者じゃない。観劇者ってのは、客席で静かに見てる奴のことだ。お前のように。舞台にヤジを飛ばし、出演者を脅迫したり操ったりするような奴のことを言わない。マナーのない客で申し訳ないわね。あんたは知らないだろうけど、私はこの芝居を見るためにすでに高い入館料を払ってるのよ。悪いけど、それに見合う分勝手に楽しませてもらうわ。進行を邪魔するなら、ゲームマスター権限でお前をこのゲーム場から追放することもできるんだぜ。したければどうぞ。私を追放するなら、エリカは私の駒だから持って帰るわ。今回のゲームはお流れで、あんたは真相に至ったことを証明できなくなる。観劇者は観測者。観測者なき真実は幻想と同じ。あんたは、ベアとのゲームを終えるために、感激者という立ち会い人を欠かせないのよ。俺たちの真実は俺たちだけで通用すればいい。これ以上邪魔をするなら
有無を言わさず追放する。そして次の暇つぶしが見つかるまで何百年も退屈にのたうち回るといいぜ。じゃあそうすれば、エリカ、ゲームはおしまいよ。ご苦労様。あんたはつくづく使えない駒だったわ。敗北の汚名を返上できなかったんだから、あんたは約束通り最悪のかけらにぶち込んで、忘却の深淵に空っぽのポップコーンのバケツと一緒に放り込んであげる。我が主、必ず必ず勝利しますから、勝利できますから。ですからどうか最後までバトラーと戦わせてください。このまま負けて忘却の深淵なんて嫌です。私は最後まであんたの戦いを見てあげたいけれど、バトラーが追放だって言うし、ねえどうする、ラムダ。まあまあ、ベルも前回のゲームからずっとイラついてるのはわかるけど、ちょっと落ち着きなさいよ。バトラーもあんまりベルを煽らないで。この子たまに自分でも感情がコントロールできなくなるのよ。うるさいわね、誰が感情をコントロールできないのよ。はバトラと戦って汚名を返上してベルンのご機嫌が取りたいんでしょ。はい。バトラは真実に至ったことを証明する最後のゲームをきっちり綺麗に終えたいわけでしょ。そうだ、これは俺とエリカの一騎打ちだ。俺の邪魔だけじゃない、エリカに対する邪魔も俺は許さない。バトラ、二人に戦う意志があるならそれを尊重するべきだわ。メルンは私に任せて。不機嫌になったあの子をなだめられるのは世界で私だけだから。お前もあいつの同類ではあるが、まだ話が通じるな。あんまり私をなめないで。私はベルンの歪む顔が好きなの。それを見せてくれるあんたのゲームを気に入ってるだけ。扱いやすい相手なんて思ってると大やけどじゃ済まないわよ。ふっ。ドラノールが赤木たちを使えないのは探偵宣言がないからよ。エリカがそれを出せばすぐにもあの力を取り戻すわね。はい、その時はご容赦を。エリカ。何です？探偵宣言を出せ。嫌です。今の俺に探偵権限なしで本気で勝てると思ってるのか。勝てますとも。バトラー卿、エリカ卿もまた駒です。主の命には背けません。できるのは許された力を全うし死力を尽くすだけです。ドラノールの力は探偵宣言がないと全くダメなのか。石剣は抜刀に許可が必要です。その申請条件の一つが探偵宣言です。探偵宣言以外にその許可を得る方法はないのか。あんた、何を言ってるんですか？私に情けをかけるつもりなら、大きなお世話です。黙れ。お前一人じゃ手応えがなさすぎて退屈なんだよ。探偵でない探偵は黙ってろ。石剣は、赤き真実と限りなく近い存在です。真実が与えられれば、その件についてのみ、抜刀が許されます。真実とは？例えばですが、エリカ卿のガムテープの封印です。ああ、あれか。あの封印はすでにベルンカステル卿によって赤き真実と同等の価値があると認められています。よって封印に関わる真実に限っては石剣の抜刀が許されます。前回散々苦しめられたからな。今回は粘着力のあるガムテープをゲーム版から全て取り除かせてもらった。見事な一手です。エリカは
探偵と名乗ることに誇りを持ってたな。はい。謎を無責任に暴くだけが目的とはいえ、彼女には誇りです。それが宣言できないってのはかなり悔しいことだろうな。それを当人以外が語ることはできません。エリカ、探偵宣言を出さないのはお前の勝手だ。だからお前はお前の人間としての力だけで勝手に戦え。最初からその覚悟です。しかしお前には優秀な仲間がいる。ドラノールに、ガートルード、コーネリア、お前は一人じゃない、仲間がいる。頼りたくても何の力もないゲロカスの役立たずですが。ドラノール、かつての俺がワルギリアやロノウェに支えられたように、エリカにもまた支えがいる。人間側が辛いことは俺も何度も経験してよく知ってる。はい、持てる力の限りで補佐します。禁計、了解するものなり。禁計、職務であると知りたまえ。赤き真実も使えないくせに。エリカ、お前でなくこの仲間たちに力を与える。はあ、何の真似ですか。お前の情けなんて死んでも受けません。ドラノール、ガートルード、コーネリアで3人。エリカ、お前に例のガムテープの封印を3部屋分許す。この封印には赤き真実と同じ効果があることを俺もゲームマスターとして認める。そうすればそれを根拠とする戦いではお前もあの赤い太刀を振り回せるようになるはずだ。そうだな。はい、しかしよろしいのですか。探偵未満のエリカに勝ってもこんなの勝利じゃねえ。エリカが霊刀をあげるなら俺にだってあげる権利があるはずだぜ。男前、よかったじゃないエリカ。これで探偵宣言を出して主の機嫌を損ねずに、多少はあんたも赤が使えるようになったわ。後悔しますよ、この3回の封印が。きっとあなたを殺しますから。上等だ、来いよ殺しに。了解です。3部屋分の封印のガムテープを受領いたします。その受領ですが、エリカ卿がミセス熊沢から粘着力なきガムテープを受領した時点に遡っての受領でよろしいですか。ああ、いいだろう。物語を書き直す。初日の深夜に、エリカが熊沢さんからもらったガムテープは、封印可能な粘着力を持っていたが、3部屋分しかない。残りわずかのものだった。これも、
今から適用する。了解しました。エリカ卿も遡り、第一の番発覚以前の段階からその権利の行使が可能だったものとして行動の修正を行います。ゲーム進行に抵触する部分が発生し次第、ゲームマスターにご報告申し上げます。事件がどの部屋で起こったかを知ってからの遡りか、かなり有利な話だな。無駄な部屋を封印しなくて済むんだから。ゲームマスターになったら随分とおごるようになったのね。楽しいでしょ、無様な対戦相手に施しをするのは。黙れ。そして勘違いするな。これはおごりでも甘やかしでもない、エリカ。これを武器に本気で来い。だからこそ俺も本気で叩き潰している。だから胸を張ってこの3回を行使しろ。以上だ。なんだ、用がないなら行く。ドラノールとよく相談しろ。あのムカつく魔女どもには何を言われても耳を貸すな。このゲーム盤の上にいる限りあいつらに好き勝手はさせない。ありがとう。私本気で戦います。全力で戦いますから。だから絶対お前をやっつけますから。だからもしも私に勝つときは全力で叩き潰してください。お願いだから塵一つ残さないで。わかった。だからお前も俺に手加減するな。これは最後のゲームなんだ。俺がベアトに真実に至ったことを証明するための。俺たちの勝敗はもはやそれを左右しない。だからこれは純粋に公敵使と認めたお前と決着をつけたいという気持ちなんだ。ゲームの上では敵として全てを疑え。だがプレイヤー同士としては信頼しろ。それがゲームのマナーだ。そうだったわね。歩く死体なんてバカなミスを放置するから負けるのよ。バカなゲームマスター、バカなミス、バカなおごりにバカな敗北、バカバトラ、バカバッカバカな敗北、バカバトラ、バカバッカなんだか語呂がいいです。さすが我が主です。バカバトラ、バカバッカ、バカバトラ、バカバッカ。バカバトラのやつ、本気でエリカが不利だと思ってるなら本当にご愁傷様だわ。バカを殺すのに必要なのは探偵宣言じゃない。豆腐の角絹ごしですね。それにコチュジャンを乗せればワインのつまみにぴったりだわ